かつて、滋賀県高島郡今津町今津住吉にあった、高和歌鉄道の駅、道鉄道の終着駅であった。大見今津駅は1931年1月1日、高和歌鉄道の安住大見今津間の開通に合わせて開業した。高和歌鉄道の最初の開通区間である、三井寺永山間の開通から10年ほどの年月が経過しており、 今津町の住民は長らく期待していた鉄道の開通を地域を挙げて歓迎したことが当時の新聞などによって報じられている。開通を祝して1月16日には町内の小学校で記念式典を開催。余興として花火の打ち上げや活動写真の上映が行われ、駅前はアーチやちょで飾り立てられた。 高和歌鉄道はその名の通り、大見と若里を結ぶべく建設されてきた鉄道であり、鉄道敷設の免許も今津町より先、福井県の三宅村まで得ていた。しかし、沿線住民が負担に協力した、建設資金が枯渇し、三宅村への延伸は断念。結果として、当駅が路線廃止まで終着駅であった。鉄道で果たせなかった、当駅から、 三宅村へ至る路線は後に自動車路線が受け継ぎ、1937年に昭営自動車の和解線が開通している。町内に陸軍の藍場や演習場があったことから、戦中は当駅から兵士が出征していくこともあり、その際には駅のホームや駅前の広場が見送りの場となった。また戦前には演習場の一部が藍場やスキー場として開放されており、 鉄道を利用して訪れるスキー客もいた。高和化鉄道は1969年10月31日をもって営業を終了し、当駅も翌11月1日に廃止された。大見今津駅は旅客と貨物の双方を取り扱う一般駅。ホームは一面あり、両側に線路が接する島式ホームであった。この他にも貨物用のホームや機関庫。 多数の側線や蒸気機関車の水の補給に使われた給水設備などを有し、駅構内は広かった。駅舎は、高赤鉄道では、珍しい三角屋根が乗る洋風のデザインで、先に開業していた大溝駅とともに目を引く存在であった。駅舎の東側が入り口、西側が改札口である。駅に設置されていた駅名表では、駅名が、 お見みいまずと表記された。開業から数年間の年間乗降客数、貨物取扱量の状況は、以下の通り。地域住民は元より町内にあった、旧西今津中学校に通う生徒や、陸軍の藍場や演習場へ向かう軍人や兵士など、様々な人が駅を利用した。駅前からは、小浜方面、牧野町方面へ向かうバスが発着していた。藍場や演習場。 およびその一部に開かれたアエバヤスキー場は、徒歩県内である。駅のあった場所は、高和歌鉄道の廃線後に開業した、湖西線の大見今津駅の西側にあたり、A コープ伊松店になっている。高和歌鉄道の駅の中で唯一駅舎が、現存しており、駅舎は、農協関連施設に転用された後に温浴施設、スーパーの現場建築事務所とその用途を変え、 2012年の時点では無人となっていた。駅構内、ホームがあった場所は道路に変わった。駅舎については所有者だった j a 大見今津が老朽化に伴って解体を決め、これを知った地元住民らが2019年から駅舎の会や駅舎保存活用協議会を結成して保存に向けた運動と交渉を行ったが、 2021年3月の協議会で売却条件などをめぐって合意に至らず解体が決定的になった。東駅付近の線路跡については、湖西線大見松駅の南に広がる留置線付近で確認することができ、天川の土手に橋台や築堤が残されている。この他に痕跡はほとんどなく、線路跡は南を流れる小境川付近で、 個才線に取り込まれている。ABCDFG 港赤鉄道の思い出。P116。ABC ありし日のえ若鉄道。P26。AB レール。P73。ABCD 港赤鉄道の思い出。P118 レール。P70 レール。P72 寺田2010。P9 田中歌斉藤1998。 P394 今津町主第3巻 P2131932 年9月の時点で三宅村への延伸は不可能と考えられていて今津町長が鉄道省に今津オバマ間のバス路線開通を陳情している ABCD レール P85 高和化鉄道の思い出 P117AB 高和化鉄道の思い出 P115 高和化鉄道の思い出 P124 ABC 今を2008ピアニッシ三十3132地方鉄道運輸開始漢方1931年3月9日鉄道免許執行漢方1936年4月2八日鉄道省国時代八十四号漢方百三十七年十二月十8日 AB 地区内1967、寺田2010、P10、AB 寺田2010、P15、0、P81、高和化鉄道の思い出、P65、ABC、まず調子第3巻。P208、滋賀県統計全所賞は6年版、滋賀県統計全所賞は9年版、滋賀県統計全所賞は10年版。 滋賀県統計全書昭和11年版、ABC 吉田1998、ピアニッシモ195196、19寺田2010、P26、AB レール、P97、住民らが忍ぶ、会解体予定の絵若鉄大見今津駅舎。朝日新聞、https、www. 朝日 .com、アーティクルズ、 アスプ 536SBCP53PTJB001HTML イヤーフイコールツイッター2021年5月4日閲覧 AB マズ調子第3巻 P209 ありがとうございます